武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年専修大学の文系数学の勉強方法について話していきたいと思います。専修大学の文系数学、試験時間は60分間で、配点は100点満点の試験となっています。大問構成は全部で3題出題されています。専修大学の文系数学は比較的かなり優しめの問題が出題される傾向にあります。中学生レベルの問題も出題されていますので、かなり難易度は優しめになっていますね。で、中には読解力が必要な文章が長い数学の問題も出題されています。そういった長い文章の問題を丁寧にどういった意図で出題されているのかどうかを読み取れるかどうかっていうのを試されている試験内容となっていますので、そのあたりは過去問演習で対策をしていきましょう。基礎レベルの問題としては、直接書き込む優しい数学ノートや、基礎問題成功、初めから始める数学などの参考書で対策を行ってください。基礎的な問題の解き方が身についていれば、かなり高得点が期待できる、優しめの試験となっていますので、基礎の定着と過去問演習で、長い問題文の対策を行って合格点を取っていきましょう。今回は以上です。